この体幹主導というところで今からやっていくんですけども、最初に出てきたこのコアインパクト、これがですね別名体幹主導です。で、物事を扱うときって体の中心で捉えることがとても大事です。この体幹主導をどうやって出すかっていうのを実践を今からやりたいんですけども、近くにですね誰かいらっしゃったら手伝ってもらってもいいんですが、ちょっと今から実践をまたやっていきます。前習え、普通に大きく前習いをやってみてください。前習いをピッとしてもらいます。だいたい全員がですね間違った前習いをしてます。間違った前習いってなんだって。最近ちゃんなんかいい感じですね、なんか高さがまっすぐなってる。何ですか、え、俺ですけども、ちょっとね導入の仕方がもうちょっとうまくいい前習いがあります。両手をですね太ももに当てて胸の高さまで持っていって、このスーッと持っていってピッと出す、これがもう体幹主導です。これで上から力をグッと押さえてもらうと力がすごい入るんですね。こうやってやると本当に力が入ります。で、太一ちゃんがですね良かった点が、皆さんですね前習いした時に少し斜め上になってたんですね。皆さん上に行ったりとかちょっと下下がったりとかで結構上に行く方が多かったですね。水平のイメージがとっても上手なので水平にできてました。こうやると水平になりやすいです。ピッと上げるよりも胸に当てて合わせる、前に出すだけで水平の、そうですね皆さん、そう水平のポジション取りやすいです。これぜひですね明日明後日あたりお友達と試してもらえればと思います。本当には力が入るので、その時指2本分の足幅でしっかりとトップオンドームを作ってもらえるといいかなと思います。で、実はこの動きですね、この両手で手を合わせる、いただきますですね、この合掌をするだけで実は体幹からですね末端を使えるっていうような仕組みになっているので、日本のですねその鼻華道とか茶道とかっておそらく体の中心を通って鼻をやったりとか、書道だったらおそらく体の中心から筆を使うみたいな感じでなっているので、日本のこの道というですね華道茶道書道とかあと弓道とか、まあ、柔道剣道武道とかもおそらくその体の中心で手を合わせるっていう動作がとっても大事になってきます。こうするとですね本当に末端を使えるようになってきますので、これぜひですねやってもらえるといいかなと思います。あとはこの首幅で収まるっていうのがコアインパクトのところなんですけども、ちょっとこうやってですね首幅で物事を扱うってとても大事なんですね。こうやって持つとこの両手が同圧で押すことができます。この箱に対して同圧で力を加えることができます。これがですね首幅の位置です。例えばこれがですねこういう風なポジションでギューと潰そうとすると力がうまく入らないです。でもこれがですねこういう風にですね胸の前で首幅で持ってくるだけで物事がスムーズになってきます。それがですね首幅で物を捉えるっていうところ、コアインパクトみたいな感じで実はあるので、もう体はそのままで手を横に持っていったりすると本当に力が入りづらいんですね。おお、なるほど。例えばこれお茶碗とかで、これお茶碗で箸だとするじゃないですか。こうやって扱うときって、例えば肘をですね、完全に固定してやると、こんなところで食べれないんですけども、こうやって食べるじゃないですか。絶対ご飯食べるときって、この体幹で使おうとするんですね。茶碗だけここにやって食べようとすると、体がそれに対しての変な風にトランスフォームしちゃうので、この体幹でこうやって物事を扱うっていうのがちょっと後で軸のトレーニングでやっていくので、この首幅に収まるっていうところがとても大事になってくるので、ちょっと後で軸のトレーニングをやる中でやっていければなと思います。この首幅っていうのがとても大事になってきます。皆さんこんにちは、ピロキのダーツ上達道場のピロキです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは皆様からのご質問やご相談、感想などをお待ちしております。ご質問がある方は概要欄にある公式 LINE から送っていただければと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。